ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。整形手術って本当に夢みたいな魔法だと思わない？まあ、成功すればな。芸能人だってビジュアルが命だから、整形で魅力アップを狙うのは当然だろ。でも、逆に失敗したらどうなるんだろう？顔が崩壊するほど、って想像したら恐ろしいわ。実はそんな恐ろしいこと、現実にも起きてるんだぜ。そんなの怖すぎるわ。でもちょっと見てみたい気もする。じゃあ今回は顔面が崩壊した芸能人を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。最初に紹介するのは神田うのさんだぜ。神田さんって昔から美人でスタイルも抜群で、整形なんて必要ないんじゃないかって感じじゃないかしら？ああ、でも実は整形をしていたんだぜ。神田さんはかなりの頻度で顔に手を加えていると言われているんだ。特に注目されたのは、目元や頬の異変だな。目元？何が起こったの？まさか目が3つに？そんなホラー展開じゃないが、リフトアップやヒアルロン酸注射などで目元が引きつりすぎてしまって、不自然な表情になったんだぜ。そのせいで一時期顔が崩壊したと言われてしまったんだぞ。顔が引きつるって、それ、笑えないわよ。でも、もともと綺麗なのになんでそんなリスクを取ったのかしら？美への執着が強かったんだろうな。芸能界では常に若く、美しく見られたいというプレッシャーがあるから。少しでも老いを感じると、ついつい手を加えたくなるのだろう。神田さんもその犠牲者だったんだぜ。なるほど、歳を取るのが怖くて、顔が怖くなっちゃったわけね。特に、目元が腫れたり、頬が異様に膨らんだりして、メディアに出た時に誰？と言われたこともあったんだが、これには視聴者もびっくりしたぜ。それはちょっと衝撃的ね。みんなに美しい顔を見せたかったのに、逆に目立つ失敗をしちゃったって感じだわ。整形は少しだけなら効果的なんだが、やりすぎると自然な表情が失われてしまうってことだな。神田さんもその典型例としてよく名前が挙がるんだぜ。なんだか怖いわね。美しさを保つために頑張りすぎた結果、逆に失ってしまった感じがするわ。次に紹介するのは吉川ひなのさんだぜ。吉川さんって、90年代のスーパーモデルだったわよね。美しすぎて、時代のアイコンにまでなったって聞いた気がするわ。そうだな。彼女はモデルだけじゃなくて、女優や歌手としても活動していたんだ。特に映画東京アイズでの演技が注目されたんだぞ。そうだったわ。演技もすごいし、素敵な人だったけど、今は違うのかしら？ああ、最近の彼女はまるで別人みたいに見えるって言われてるんだ。顔面崩壊っていうフレーズを知っているか？聞いたことあるわ。そんな言葉を言われるほど顔が変わってしまったのかしら？ああ、まさに顔が変わりすぎてる感じがあるんだぜ。昔の吉川さんを知ってる人たちからすると、特にショックだろうな。そりゃそうなるわよね。今は何をしているのかしら？吉川さんはインスタで自分の美貌を見せつける投稿を続けているな。私はまだまだ若い、って主張してるのかもしれないぜ。まだあの頃の若さを保とうとしてるってことね。すごいことだわ。でも、やっぱり不自然な顔をしているって話題なんだぜ。それは整形疑惑ってことなのかしら？でも、年齢のせいじゃないの？その辺ははっきりしないんだが、ファンの間ではあの頃のひなのちゃんはもういない、と嘆いてる声が増えているぜ。まあ、芸能界で生き残るには外見も重要だし、みんな必死ってことかしらね。でも、吉川さんには昔のナチュラルな美しさがあったんだから、それを大事にしてほしかったわ。そうだな、吉川さんも時間とともに変わるものを受け入れて、自然体でいるのが一番だったのかもしれないな。次に紹介するのは元 AKB48 の笠井智美さんだぜ。笠井さんって、可愛くてアイドルの鏡みたいな存在じゃなかったかしら？そうだな、笠井さんは甘いマスクで多くのファンを魅了してきたんだが、最近その顔が、ちょっと変わりすぎてるって話題になってるんだ。変わりすぎてる？何があったの？整形しすぎて別人に？実はな、整形疑惑はずっとつきまとっていたんだ。特に、デビュー当時と比べて顔立ちが大きく変わったことで、整形顔なんて揶揄されたりもしたんだぜ。なるほど、もともと可愛かったのに、なんでそんなことする必要があったのかしら？アイドル業界の厳しい美意識が関係してるんだろうな。笠井さんも若さを保つために色々と手を加えたんじゃないかという噂が絶えないぜ。アイドルって本当に大変ね。でも具体的にどう変わったの？目がパッチリしすぎてるとか、鼻筋がシャープになりすぎてるって言われてるな。昔の柔らかい印象がなくなって、少し人工的な感じがするんだぜ。それはファンも戸惑うわね。だって笠井智美って言えば、あの癒し系の笑顔がトレードマークだったじゃない。そうなんだよ。その変化があまりにも大きすぎて、顔面崩壊なんて言われる始末だ。昔の笠井さんを知ってるファンには少し衝撃的だったみたいだな。そりゃあ、ファンはがっかりしちゃうかもね。ただ、笠井さんは今もインスタグラムで堂々と活動してるし、あまり気にしてないように見えるぜ。可愛いは健在だって言いたいのかもしれないな。
まあ、自分が満足しているならそれでいいのかもしれないけど、ファンとしてはそのままの君でいて欲しかったって思っちゃうかもしれないわ。その気持ちはわかるぜ。でも芸能界では生き残るために何かしら変化を求められることもあるから、仕方がないのかもしれないな。そうかもしれないけど、やっぱり自然な美しさが一番だと思うわ。次に紹介するのは加納京子さんだぜ。加納さんって、ゴージャスという言葉がぴったりな人よね。常に完璧な美しさを保ってるイメージがあるけど、顔面崩壊しちゃったの？ああ、加納さんは一時期、整形の話題が絶えなかったんだ。加納京子さんの顔立ちは、確かにいつも美しくて、あまりにも変わらなさすぎて、むしろ不自然に見えることもあるって話題になってたんだぜ。確かに、あの美貌を保つのは普通じゃ難しいかもしれないわね。でも、顔面崩壊ってちょっと言い過ぎじゃないかしら？それが、最近はかなり顔が変わったんじゃないかって声が上がってるんだぜ。以前の加納京子さんと比べると、フェイスラインが不自然に引き上げられているように見えるし、肌の質感も少し違うと感じる人も多いみたいだな。なるほど、あれだけの美貌を保とうとすると、やっぱり整形にも頼らざるを得ないのかしら？整形が崩れることはよくある話だし、年を重ねると皮膚も変化するからな。それが逆に整形跡を目立たせることになるんだぜ。加納京子さんもその影響を受けているかもしれないな。それでも、まだゴージャスを貫いているのはすごいことだわ。年を重ねても、自分らしさを失わないのは素晴らしいわね。ああ、確かに加納京子さんは美のカリスマとしての自信を持ち続けているのだが、ファンの間ではもう昔の京子さんとは違うって声が増えてるんだ。なんだか切ないわね。美しさって本当に儚いものなのかしら。そうだな、外見に頼りすぎると、いずれ限界が来るのかもしれないぜ。でも、加納さんにはこれからも自分らしさを大事にしてほしいわ。次に紹介するのは、元モーニング娘の辻のぞみさんだ。辻さん、可愛いアイドルの代表みたいな人よね。そうだな、辻さんは2000年代のモーニング娘黄金期を支えたメンバーで、結婚してからもママタレントとして活躍中だぜ。そんな辻さんに顔面崩壊の噂があるなんて、びっくりだわ。実は最近、辻さんの顔が以前と違うとネットで話題になってるんだ。整形しすぎて別人みたいってコメントも少なくないんだぜ。そんなに変わっちゃったの？どんな感じで変わったのかしら？特に鼻や目のあたりが変わったって言われてるな。昔の辻さんと比べると、確かに不自然な印象があるかもしれないぜ。そんな、あんなにナチュラルな可愛さが魅力だったのにね。ファンの間でも賛否両論なんだ。整形してもいいじゃん、綺麗なんだからという意見もあれば、昔の方が自然で良かったのになんて声もあるぜ。芸能人って大変ね、みんなに注目されてるから、ちょっとでも変わるとすぐに騒がれちゃうんだもの。辻さんはインスタや TikTok で自分の顔を頻繁に投稿してるんだ。ファンに向けて今も元気で若いよ、ってアピールしてる感じだな。なるほど、辻さんも今の自分を大切にしてるってことなのね。次に紹介するのは、元 AKB48 の板野友美さんだぜ。板野さんって、あの神セブンだったアイドルよね。可愛さで人気だったのに、どうして顔面崩壊なんて言われてるのかしら？板野さんは AKB 時代の人気もあって、ファッションリーダー的な存在だったが、卒業後は顔の変化がたびたび話題になってるんだ。特に整形疑惑は消えるどころか、むしろ悪化している感じだな。整形疑惑って、そんなに顔が変わっちゃったの？そうだぞ。ネット上では見るたびに顔が違う、またメンテナンスしたのか？なんて声が飛び交ってるんだ。特に、顔の輪郭や顎の形が不自然に変わったという指摘が多いぜ。それはちょっとショックね。具体的にどう変わったのか教えてほしいわ。AKB 時代の板野さんは、可愛らしい顔立ちで人気を集めていたんだ。2010年頃の写真を見ると、非常に整った顔だが、2015年頃から顎が異常に尖って見えると話題になっていたんだぜ。結構前から変化していたのね。最近では、シリコンプロテーゼを入れたんじゃないかって噂も立っていてな。2024年の現在でも、顔が変わり続けてるという話が絶えないぜ。顎が尖ってるなんて、想像できないわね。そうだな、ファンの間でも昔の板野が好きだったと嘆く声が多いんだが、それでも彼女は自身の美しさを SNS でアピールし続けているぞ。芸能界で生き残るには、やっぱり外見が大事ということなのかしら。でも、やりすぎには注意してほしいわね。次に紹介するのは浜崎あゆみさんだ。浜崎さんって、平成の歌姫として大活躍してたわよね。でも最近は、彼女の顔が話題になってるとかかしら？そうなんだぜ。1990年代後半から2000年代にかけての彼女の美貌はまさに伝説だったんだが、最近の顔が変わりすぎだろ、って SNS で騒がれているんだ。そんなに言われるほど変わっているの？ああ、昔の浜崎さんを知ってる人からすると、まるで別人に見えるほど変わってしまったという声が多いんだ。LINE ニュースに出た写真でもこの人誰？と疑われるくらいだったそうだぜ。
そんなに、整形疑惑ってやつかしら？整形については本人は何も言ってないが、2023年の生配信では44歳だから顔が変わって当たり前だろ、って言ってたんだぜ。20年以上経ってるから、顔が変わってるのは当然だっていう主張だな。確かに20年経ったら変わるのは自然なことかもしれないわね。でも、それにしてもファンは納得してるの？まあ、そこが難しいところだな。昔からのファンの中にはもうあの頃のアユはいない、と嘆いてる人も多いぜ。なるほどね。でも、長い年月が経てば顔だけじゃなくて、声もスタイルも変わるわよね。そうだな、浜崎さんも年を重ねて、声や歌唱スタイルも変わってきてるし、これからも進化していくだろうな。そうね。昔のイメージに縛られるんじゃなくて、今の自分を受け入れるのが一番大事かもしれないわ。特に浜崎さんみたいなスーパースターにとってはそれが難しいんだろうな。だが、今の浜崎さんも新しい魅力を見せてくれてると思うぜ。結局、ファンにとっても浜崎さんにとっても、時間の流れをどう受け入れるかがポイントなのかもしれないわね。次に紹介するのは元 AKB48 のエース、前田敦子さんだ。あの前田さん、センターとして AKB を引っ張っていたアイドルだったわよね。そうだぜ、前田さんはアイドル時代に圧倒的な人気を誇っていたが、最近では顔の変化が注目されているんだ。顔が変わったって、整形とかかしら？整形疑惑もあるが、年齢とともに顔の輪郭が大きく変わってきたんだ。特にエラの部分が目立たなくなって、小顔化が進んでいると言われているぜ。エラがなくなったってどういうことかしら？自然に？実は、美容外科医によると、整形手術なしでもエラや顔の輪郭を変えることはできると言われているんだ。ボトックス注射や他の美容手術で、輪郭を細く見せることが可能なんだぜ。なるほどね、だから最近の前田さんの顔が顔面崩壊って騒がれているのね。ああ、昔の前田さんを知ってるファンにとっては、その変化がショックだったようだな。特に、顔全体のバランスが崩れて見えるっていう声も上がっているんだ。アイドルからの変化は避けられないわね。でも、前田さんが何を選んだにしても、自分を磨いている現れよね。その通りだぜ。美容や健康管理に気を使っているんだろうが、やりすぎには気をつけないと、逆にマイナスな印象を与えてしまうこともあるから怖いことだよな。次に紹介するのは、水沢アリーさんだ。水沢さんは昔すごく可愛い感じだった気がするけど？確かに、デビュー当時は第二のローラとも言われるくらい注目されたんだぜ。だが、数年後には顔が大きく変わってしまったことが話題になったんだ。え、そんなに変わっちゃったの？ああ、水沢さん自身も整形をカミングアウトしているんだ。ただ、どこを整形したかまでは明確には言っていないんだが、目や鼻、顎が変わったと噂されているんだぜ。そんなにいじっちゃったのね。でも、整形って普通綺麗にするためにやるわよね。そのはずなんだが、水沢さんの場合、整形後は目が閉じないなんて噂まで立って、明らかに不自然だと言われることもあったんだ。それはちょっと、怖いわね。特に2016年の有吉反省会に出演した時は、その変貌ぶりが一気に話題になったんだぜ。その後、インスタグラムでもファンに向けて発信してるんだが、どうやら水沢さんはやっと自分らしくなれたと感じているみたいだぞ。それはそれでいいことかもしれないけど、やっぱり、昔のナチュラルな可愛さを思い出すと、ちょっと寂しいわね。ファンの中でもあの頃の水沢アリーはいなくなったと嘆く声も少なくないんだぜ。芸能界も大変だわ。でも、やりすぎると本当に顔が崩れちゃうこともあるのね。最後に紹介するのは、後藤真希さんだ。後藤さん、確かモーニング娘。で一世を風靡したわよね。まさにアイドル界のスターだったわ。ああ、その通りだ。デビュー当時はナチュラルな美しさで、ファンを虜にしてたんだが、最近は顔面崩壊なんて言われてるんだぜ。あの後藤さんが顔面崩壊？どうしてそんなことになったのかしら？整形疑惑が原因だな。デビュー当時は一重で少し腫れぼったい目元だったんだが、今ではパッチリ二重に変わって、涙袋までくっきりしているんだ。あら、二重にするのは最近よくある話だけど、後藤さんの場合は特に目立ったのかしら？そうなんだ、目元だけじゃなくて、鼻や胸にも整形疑惑が浮上しているぜ。特に、鼻が不自然に高くなっていると話題になっているんだ。それはびっくりだわ、あんなに美しかった後藤さんが、なんでそんなことを。やっぱりアイドルとしてのプレッシャーがあったんだろうな。モーニング娘。を卒業してから、外見へのこだわりがさらに強まったみたいだぜ。それで整形を繰り返してしまったのかしら、胸も大きくなっているっていう話も聞いたことがあるわ。実はデビュー当時の A カップから、最近では G カップにもなってるという話だぜ。もちろん、出産による変化も考えられるが、それでも急に大きくなりすぎているから、包茎手術の噂も消えないんだ。ファンも戸惑ってるでしょうね。そこが微妙なところだ、整形によって顔が変わりすぎて。あの頃のゴマキがもういないって嘆く声も多いのも確かだが、それでも今の後藤さんも好きというファンも少なくないぜ。
整形も難しいわね。美しさを保つのも大変だわ。そうだな、自然な変化を受け入れる方がいい時もある。今後の後藤さんには、無理せず自分らしい美しさを大切にしてほしいところだな。ということで、顔面が崩壊した芸能人を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。